じゃあ小さいの。おはー、花見です。セダです。サニアオスです。イソカツです。おやすみ。今回は御殿場アウトレットに来ました。すいません、見られちゃった。ごめんなさい。新しくなったので、ちょっといろいろね、お店を、あっみたいでやっていきたいと思います。やっぱりあのライムグリーンですか。あ、そうだね。ピスタチオ、ピスタチオ。あ、ね。ピスタチオカラーじゃん。確かに。可愛いですね。いくら？これはね、6000円。ああ。ちょっと可愛いな。ええんちゃう。これちょっと可愛い。それ可愛い形。色やっぱこれがいいよね、白じゃなくて、あれじゃなくてベージュみたいなのがこれはいいかもしれないですけど、やっぱお皿がね、うん、お皿部分は可愛いね。これはちょっといい感じで腕がいい感じになってる。これいいじゃん。じゃあこれだ、うん、まいこちゃん、いいしかないけど、どういうところが。確かに私的にはこの袖のトロンネット具合この袖の感じが好きです。やっぱり、あとね、首がここ広いのがめっちゃいい、すっきりしてる。でもさ、待って、はい、ヒートテックが大丈夫。ヒートテックなんかこんなやらない U ネック着るからいい。私も U ネック着てる。確かに U ネックだね、今は。じゃあ、いっか、うん、じゃあこれ、買います。いくらです。瀬戸さんがお着替えします。お着替えします。似合うかな。やばいやばい、似合うかな。今日なんか全部同じ色じゃん。バトンコーデ決めた。バトンコーデ決めた。今日隠したね。今日やばい、今日やばい。はい、ありがとうございます。生徒じゃん。生徒なんでこれ。可愛い可愛い。普通だよね。生徒が 5,6 年着てるあの形と全く同じ。5,6 年着れるってこと。え、そうだよ、あと 5,6 年着れる。でもさ、だってこれはもう捨てよ。だってこれ毛玉だらけだもん。これ捨てよ、これ捨てよ、これ捨てて。だってこれ一応去年買ったやつで一度だけなっただけだから。これ捨てよ。これかわいい。これにします。はい、あ、はい、生徒さんやりました。お願いします。生徒先生ワントーン、すごい単純なんだけど、友達2人に勧められたら速攻買うっていう、うん、ありがとう。いいと思います。いいと思います。もう一度お願いします。宇宙人スニーカーを買います。これは何センチ？4の方が私いいんだけど。みんな同じなんだよね、サイズ。4、これも4か、うん、ちょっと私も履いてみてみます。では今から御殿場アウトレットの購入品を紹介していきます。はい、誰からいきますか。じゃあまずは、はい、花見。はい、はい、年に1回のめちゃめちゃ大きなナイキのセールがやってましたので、こちらの、あのスポさんが1990円がなんと1199円になりました。最高です。激安。最高です。はい、あとはこのエアマックス、オープン。この茶色のエアマックスを買いました。イエーイ。これも多分1万円ぐらいだったのが5,900円ぐらいになってました。うん、安い。はい。めちゃ安かった。続いてはビームスで白のニットを買いました。これはモテを意識して。男受けニットです。最高。男受けを意識したモテニットを買いました。最高。これはデート用ですね、完全に。それは完全にデート用。はい。という感じで。いいな。あとは最後の30分焦っていっぱいコスメを買ってしまったんですけど、一番それが嬉しいでしょ。これはもう最高。てかめっちゃ安いの。これめっちゃ安い。これもう世界のみんなにあの広めたい、届けたい。今私が大好きなあの TWICE のナヨンになるために購入したんですけど、こちらランコムのジェネフィックです。これ普段は 50ml と 50ml と 80ml しかないんですけど、なんとね、これは 100ml のビッグサイズ。これ期間限定で出てるんですけどね。そうなんだ。そう、これ本当によくって、本当は多分税込み3万ぐらいするのが2万4000円くらいだったので最高です。最高です。だし、このなんか試供品みたいな、なんかめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる、いっぱいもらいました。あとはこちら、これもランコムのアプソリュタンへクッションコンパクト。これも今はタンイドル の、 あのクッションファンデを使ってるんですけど、こっちに変えてみます。これもね、ちょっと検証していきますよ、どんな感じかっていうの。はい、以上です。買いました。え、これ超無難のコールマンのリュックが
昨日見た時に5800円で売ってたものが3500円とかで買えたんで、昨日どこで見てたの思った地元、まあ、とりあえずめちゃめちゃ安かった、うん、確かに。あこれは会社に置くのにみんな違う会社なんですけど、ね、お揃い遠くに行っても一緒だよ、遠くに行ってもお揃いっていう気持ちでね。そうそうそう、やばい、これちょっと開けられないんですけど、ちょっとだけ見て、何にも見えない、やばい、コート今着てるコートとマジ変わんないんだけど、私このピンクがめちゃめちゃ好きで、こういう色合いの、あ超わかりにくいんだけど、あのこういうピンクがめちゃめちゃ好きで、いつもこういうのを買ってしまうんですけど、まあ、新幹線、新幹線ね、この新幹線、流行りの新幹線お靴が1万円くらいで、皿40になったから6000円ぐらいで新幹線買いました、うん、でまあ一番安かった、割引率高かったのがナイキで、ね、ナイキは最強マジで、最高、ナイキマジ安かったね。まあ行くべし、今行くべし、これを放送じゃない、ね、放送直後、放送直後に行くべし、きっと終わってるかもしれない。じゃあ以上ですね、はい、楽しいね、改めて最高最高、次何の企画が見たいかあのコメントしてくださいなんかいつもの企画内容がやっぱりヘボい、ヘボいって、じゃあやっぱ中野くんに相談、中野くんコメントしてください、中野くん中野くんにかかってます、バイバーイ。バイバーイ。